野崎チャンネル。はい。ということでね、おはようございますかもわかんないですけどね。クライマックスシリーズ、ファイナルステージ、第1戦、終わりましたね。今日も日刊スポーツの評論、してきましたから、ネット、ウェブサイトで日刊の里崎評論出てますから、そちらも寄ってください。里崎パリーグ担当で、セリーグ担当は和田さんがやってます。あ、和田さん、中日のコーチになるんで、当分見納めになりますから、評論、ぜひ読んでみてあげてください。はい。ということで、今日はですね、オリックス対ソフトバンク、まずパリーグからということでね、結果は5対0でオリックスの勝ちということでね、山本、由伸ね、完璧なピッチングで、8回116球5安打10三振無四球無失点と、1回ね、ピンチはありましたけども、あとはもうほぼ完璧で、でもまあ今日は基本的にはもうまっすぐカーブ、フォークだね。カットボールとかもほぼ投げなかったしね。左バッターへのインコースのストレートね、ぐいぐい行っててね。あれはさすがっていうね、さすがに柳田もね、詰まったなっていう、ところでね。まあ最大のピンチはね、5回表ね、4回にね、1点取るけども、そのね、5回表にデスバイでね、カーブ高め抜いてね、それ、センター前ヒット。で、中村晃ね、あれちょっとインコース、さすがに行き過ぎたんちゃうガンガン。さすがに中村晃もいいバッターだからね、それ対応して、ノーアウト一塁で、ここで今宮がね、きっちり送りバント決めたんだけどもね、あれ、山本由伸、焦ったね、パーンってね、完璧にセカンドランナーデスパインだからね、サードアウトだったけども、ジャックルしてね、でもあれジャックルしてもう一回サード見て、もう一回ファーストでちゃんと投げるところはね、素晴らしいフィールディングだと思いますけども、ワンアウト、二三塁になって、柳町にもね、3球勝負だけど、ドンドンドンと落として完璧。で、回の時にはね、全球フォーク。それまでまっすぐあんだけ見せてたら、それインコースまっすぐとか来ると思うよね。もうまっすぐ1の3で振ってね、三振と。まあ、ものの見事にね、抑え切って、まあ、ピンチはほぼね、ここだけっていうところで、完璧なね、ピッチングでしたね。まあ、オリックスのね、攻撃で言うと、まあ、4回裏ね、まあ、最初はね、石川に結構ね、いい感じで抑えられてたんだけども、4回裏、先頭ね、中川が9球粘ってフォアボール。で、センター前ヒット、吉田正尚ね。で、頓宮がノーアウト1、3塁から、ショートフライ。で、西のフォアボール。杉本はね、押し出しの1点取るんだけども、まあ、その後ね、紅林が追い込まれてね、アウトコースなんとかしたけど、1、2、3のダブルプレイで1点なんだけども、今日の試合のね、オリックスのね、ポイントは、まあ、この後もね、押し出しになるんだけども、ソフトバンクのね、投手陣全部で8四死球出すんだけども、押し出し、トントン、もう押し出しじゃ無理だよ。じゃあ、サイのよ。この試合のね、やっぱ一番のポイントは、オリックスの走塁意識の高さ。ここがね、やっぱこのね、状況を作った上で、押し出しっていう結果に結びついたっていうところもね、やっぱ過言じゃないんで、この走塁技術のね、高さっていうか、積極性光った初戦だったかなと。1回のね、裏、2アウトからね、中川がレフト前ヒット打つんだけども、積極的にね、セカンド狙って、まあね、間一髪アウトになったけども、2アウトっていうことを考えたらね、別に普通のレフトではちょっと若干ピョーンってね、なったっていうね、バウンドしただけだけども、ああいったところをね、積極的に狙っていく姿勢、2アウト、OK だね。まあアウトになだけどね、レフト柳町のね、好送球でアウトになったけども、こういった姿勢ね、2回にもね、2アウトから、西野がフォアボール打って、杉本がね、ライト前ヒットを打って、きっちりね、西野がね、3塁来て、2アウト、1、3塁から杉本盗塁してね、で、その後、まあ、紅林がね、三振しちゃうんだけども、そういったところで隙を見せないようにね、杉本でも走っていくっていうね、ところ。4回もね、中がフォアボールで出て、吉田正尚のセンター前ヒット、ノーアウトだけども、積極的に三塁までね、行って、落とし入れて、一三塁作って、ね、その後、まあ、頓宮アウトなんだけども、まあ、西のフォアボール、そして満塁になって、杉本がね、一打席目で追い込まれてもね、反対方向、右打ちね、もうインコース、際どいところでもね、しっかりコンパクトに打って、粘って粘ってね、引っ張らないで、右打ちでね、なんとかして繋ぐぞっていう意識がね、最後、押し出しのフォアボールを勝ち取ったっていうね、あの姿勢、ね、ホームラン王まで取った杉本のね、あの姿勢っていうところが1点。まあ、ここでもう1点、本当はね、行きたかったけどね、まあでもいいところね、山本が投げてるっていうところで4回に1点っていうのは非常に大きかったね。しかも点の取り方も良かった。で、まあ5回の裏でね、勝負決まるんだけども、先頭ね、若槻が三遊間抜けてレフト前ヒット打って、福田がきっちり送りバント決めて、まあここでね、石川からピッチャー大関に変わるんだけども、ワンアウト二塁からね、今度、宗が。レフト前打って、で、ワンアウト一三塁ね。で、ここで中川ね、三振するけども、きっちりね、森が盗塁っていうところで、で、ツーアウト二三塁で、ここで吉田敬遠。これはね、仕方ない。これはもう誰が見ても、ここでね、一発ポンって打たれて終わりっていうところで、まあ、敬遠してね、このツーアウト満塁で勝負しようっていうところで、頓宮に押し出し。で、西野も押し出し、で、杉本がね、追い込まれたら、ね、優勝ってコンパクトにね、打ってライト前ヒットでタイムリーっていうところで、しっかり3点取るっていうところでね、まあ、杉本はね、この追い込まれてもっていうね、ところでもこれもね、ワンボールツーストライクからね、コンパクトに反対ね、逆方向っていうね、この姿勢、まあ、その前のね、押し出しのフォアボールから続いてるね、このコンパクトに追い込まれたら反対、ね、逆打ち、追い込まれるのは引っ張っていくっていうね、こういった姿勢、まあ、7番っていう打順だけどもね、ホームラン王だけどもね、こういったパッティングができるっていうのは素晴らしいね。まあ、これ4対0になってほぼもうゲームセットだよね。で、7回裏ね、吉田のライトスタンドへの一発っていうところでね、まあもう決着っていうね。で、まあここの状況でね、一つね、これだけは言っておこうっていうところがね、5回のね、ワンアウト1、3塁で中川の場面で、セーフティースクイズ1回するんだよね。セーフティースクイズやってボールだから引いたら、若杉がね、それにちょっと惑わされて2歩くらい出たんだよね。で、慌てて戻るんだけど、回投げようとして投げれなかったんだけど、このね、走塁にね、秘密があるんだよ。これ日刊スポーツの記事にもちゃんと書いてあるんだけどもね、若杉が、このね、3塁ランナーっていうのは、ちょっとね、出過ぎで帰塁するときに、内側走らなきゃいけないのよ。ラインの内側走ると、キャッチャーとサード、キャッチャーっていうのはファールがゾーンにいる、サードっていうのはフェアゾーンにいるっていうところで、ランナーがフェアゾーン走っちゃうと、キャッチャーと三塁の間にランナーがいることになって、投げるの躊躇するんだよね。当たるかもっていうね。その時に三塁が聞き出して、ファールゾーン来てくれたらいいんだけど、そこまで入れないからね。で、逆に、若杉がもしね、あれファールゾーン走ってたら、三塁とね、キャッチャーのラインに誰もいなくなって、あれひょっとしてたら、回に投げられてたかもわかんないね。そしたらアウトかどうかわかんないけど、際どいタイミングだった。そういったところでも、多分若月は意図してやってると思うんだよ。たまたまじゃないと思うんだけども、俺はいつもやってたんだけども、大きくリードして変えるときは必ずラインの内側に入ってから、っていうかね、ラインを踏んで、もうサードに向かって変えるっていうね、このね、帰塁の、この三塁の飛び出した時の走塁、めちゃくちゃ大事なのよ。もしね、プロ野球、関係者じゃなくてもね、アマチュア野球教えてる人ね、学生さん、アマチュア野球してる人ね、これね、やった方がいいよ。必ず。そしたらね、ピックオフプレイで、ね、キャッチャーね、投げようっていう意識がなくなっちゃう。当たりそうって言って、当たったら1点入るからね。そういったところでもね、この5回裏のね、1、3塁での、ちょっと若月飛び出しのね、帰塁の、走塁技術ね、非常に良かったと。思います。まあ、結果ね、5対0。これでアドバンテージも入れて2勝っていうところではね、非常にオリックスとしてはやっぱ山本でね、負けないところでは非常に大きかったし、パリーグはね、初戦負けちゃうとちょっと勝ち越せないっていうところでね、まあ、明日以降どうなるのかっていうところはね、注目だけども、オリックスとしてはね、完璧な勝ち方ができたし、ソフトバンクはね、やっぱ柳田の前に1、2、3がね、塁出れなかった、足も使えなかったっていうところはね、西武のね、試合とはちょっと大きく違ったところかなと。まあ、でもね、オリックスの完勝です。続いてセリーグね、ヤクルトと阪神。結果から言うとね、7対1でヤクルトの勝利っていうね、完璧な勝利になりましたけども、まあなんて言ってもね、初回ね、2アウトから山田村上ね、連続フォアボールで、オスナがね、2ボール、1ストライクからね、インコースのシュート気味の球、チェンジアップかな、シュート気味の球、レフトスタンドでね、スリーランホームラン。これも痛かったね。でも、だからこのね、山田と村上のフォアボール痛かったね。もうこれ10月負けかな。でも山田の時ね、西もそんな完璧にボールばっかり投げてるわけじゃなくてね、ちょっと狙いすぎたね。際どいとこね、シュート、カットね、チェンジアップ、際どいとこ投げていって、まあ結果フォアボールになったんだけど、まあ10月に負けたかな。そんな俺は悪くないように思えたけどね。しかも、ちょっとずつね、審判がもうちょっとワイドだったらね、ストライク言ってくれてたかもわかんないけどね、いいとこ投げれてただけにね、ちょっと狙いすぎたかなっていうね。まあ、でもきっちりね、オスナが打って3点取って、でね、2回の裏にも長岡がセンター前、動画が基地を送りバント決めて、塩見がね、ライトフライになるけども、ね、ここでしっかりタッチアップして、山崎がね、センター前タイムリーヒットっていうね、ところでね、まあ、このね、塩見のこの犠牲フライのタッチアップもね、1点繋がったっていうね、ところと、3回裏もね、オスナが先頭でね、ツーベース打って、で、中村がね、こうきっちりね、右打ち。あれ良かったね。なんとしても進塁だっていうね。ワンアウト三塁になって、サンタナがね、きっちり内側からバット出して、センターへの犠牲フライでね、5点目。まあこれでちょっと勝負あったって感じだけども、今日のね、このヤクルト対阪神、一番のキーポイントはね、なんて言っても2回の表です。先頭ね、大山が。ツーベース。ここでね、1点でも返してたらまだ序盤だからわかんないぞっていうね、2番ね、原口追い込まれながらもね、なんとか右打ちで粘ってして、ね、スリーボールツーストライクでね、粘ってして、13球目ね、よっしゃ、フォアボールつったらスイングしてますって。これキーポイントだね。全然スイングしてなかったね。横画面見たらね、原口、すごい姿勢で、かなりの気持ちで繋ぐ野球の打席、完璧な打席を送って、あれだって、フォアボールだったらよ、ノーアウト、1、2塁でしょで、佐藤輝でしょ一気に2点とかあったかもわかんないからね。いうことを考えるとやっぱあれは痛かったね。今日の試合タイガースの中ではね。でしかもそのね、裏にポンって点取られて、次の回も点取られて5対0になってるからね。一気に流れもなくなって、まあついてなかったね。で、まあ6回表にね、代打梅野がセンターツーベース打って、で、ロドリゲスアウトになるけども、ね、最後ね、ツーアウトから島田がね、タイムリーヒット打って1点取るんだけども、まあ6回ね、裏にサンタからね、今度バックスクリーンにツーランホームランっていうね、ところで、まあもう流れも減ったくれもないね。あとね、ちょっと気になったことがあるのよ、この試合。8回表、代打マルテがね、ツーベース打って、でね、中野がショートフライ。陽川は三振して、ツーアウト二塁からね、近本がレフト前ヒット打つんだけども、でマルテがね、ホームに帰ってきて、まあ間一発だったけどね、アウトになるんだよ。これはね、ダメだと思う。俺は。6点差でしょ。そんな、無理してまで1点取りに行かなきゃいけないかっていうね。やっぱあの場面は、これね、2対1とか、1対1とか、だったら、もしくは、3回ぐらいとかだったらね、回してもいいかもわかんないけど、8回表で6点差で、2アウト2塁で、もう、ホームでアウトになっちゃダメだと思うんだよね。あそこは、ランナー貯めて、なんとか大量得点して、8、9の攻撃にかけるっていうところを考えちゃうと、やっぱあれはね、俺は回しちゃいけないと思う。回すんだったら 100% セーフの状況じゃないと、こうアウトになってるからね、そこまでして1点取りに行かなきゃいけない状況じゃないから、このね、走塁、まあ、コーチャーの問題なんだけどね、これはね、ちょっと俺はね、ダメだと思う。試合展開によるとね。で、まあ、9回もね、ランナー出すけども、まあ、6点差だからね、なかなか厳しかったかなと。あと、小川もね、なんとか粘り強くね、投げれたかなと。6回3分の2、104球、6安打6三振、1四球、1失点とね、いい形で投げれたし、7回表の2アウト、1、2塁の場面で、梅野の時にね、ここで石山に変えたっていうね、このベンチワークも非常に良かったね。小川をそのまま投げさせないでね、まあ、ピンチになって、ね、まあ、その時も6点差だけど、7回にね、ここでヒット打たれて1、2点とか取られたらね、終盤また詰まってくるからね。そういった意味でも、このね、スパッとね、まあ、シーズン中だったら小川にそのまま投げさせてるかもわかんないけども、やっぱ短期決戦ということを考えると、この石山にね、スパッと変えたっていうのはね、ベンチワークも含めて非常に良かったなと思います。まあ、ヤクルトとしてはね、まあ、完勝っていうね、ところで、まあ、しかもね、山田村上っていうところがね、まあ、ヒットを打たなくてもね、その後のオスナが4打数2安打3打点、で、中村4打数2安打、サンタナ2打数1安打3打点とね、下位打線も爆発っていうね、しかも山田と村上もね、フォアボール選んで出塁しているっていうところではね、いい感じの打線のね、流れになったかなと。まあ、ヤクルトもね、今日勝って、アドバンテージ入れてね、2連勝っていうね、まあ明日以降、どうなってくるのかっていうところで、明日はね、ヤクルトサイスニード、で、阪神藤浪っていうね、で、オリックスはね、宮城、バンド、ソフトバンクね、まあどういう戦いになるのか、明日ね、ちなみに明日、佐々木は、フジテレビ1で、エモスさんとのダブル解説です。ぜひ、お楽しみください。どんなね、話が出るのか。またね、藤浪の投球を初回から見てね、今日はいいピッチングかどうかね、しっかり、チェックしたいと思います。まあもうね、早くペンに終わっちゃうのか、まだね、一勝してね、なんとか詰めていくのかっていうのはね、まあでも面白いね、クライマックスシリーズね。明日もどうなっていくのか。今日はね、もう阪神ソフトバンクはもう完勝だから、思い切って切り替えてね、行くしかないし、まあ両チームね、若干フォアボールっていうところがね、まあ今日はね、失点につながったんでね、明日もちょっとね、貪欲にストライクゾーンでね、勝負していって、そこの中でどうなるのかっていうところをね、期待してみたいと思います。ということで、佐々木の総チェックでした。明日もやります。それでは。